はいどうも、キャマイです。今回なんですけど、今週あったゲームニュースを紹介していきたいと思います。やっぱりゲーム界隈も年末年始でちょっと動きが止まっていたので、まだあんまり動き始めたっていう感じはないんですけど、まあ、PS5 の話だとか、なんか色々あるんで、そこら辺について紹介していきたいと思います。このチャンネルでは最新のゲーム情報やおすすめのゲーム紹介、あとはゲームレビューとかやってます。ぜひ他の動画も見ていってください。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。さあ、というわけでね、やっていくんですけど、まあ、いつもの話題なんですけど、PS5 がなかなかまあ売れてないっていう現状がありますと。年末年始の2週間をとってもデジタルエディションとまあ通常版合わせて2万台もいかないぐらいだったんで、まあまだまだ普及には程遠いかなっていうところなんですけど、今週ねこんなニュースがありました。ソニーの PS4 を作ってるまあ工場の生産ラインっていうのがあると思うんですけど、そのねもう PS4 の生産を止めて PS5 の方にシフトしていくよっていうねニュースがありました。っていうことなんで、まあ厳密に言うと一部モデルはねまだ生産を続けるみたいなんですけど、大体は PS5 にシフトしていくっていうところで今後増大されていくんじゃないかなっていう風に言われていますっていう話なので、まあ、こっからその体制に移って我々の目にするとこ流れてくるまでにどのぐらいの期間がかかるのかってちょっとわかんないんですけど、来月中とかには目に見えて変わってくるのかなっていう風にはまあ思いますね。ただこんなニュースもあるんですよ。この現状の次世代機がなかなか生産できないっていうところと、まあ、出荷台数が少ないっていうところの原因がその PS5 の中に入ってるとある部品が不足していて生産が追いついてないっていう話らしいんですよ。俺びっくりしたんですけど、その部品をどこが作ってるかっていうと、日本の味の素が作ってるんですよ。びっくりしません？味の素ってさ、あの味の素よ。食品とさ、そういうなんかパーツの世界って全くかけ離れてそうなイメージだけど、まさかね、味の素がそんなことまでやってるとは思わなかったですよね、本当に。その味の素が部品を作ってるみたいなんだけど、それがもう足りなくて、今もうどうしようもないっていう状態らしいんですよ。っていうことを考えると、いくら PS5 の生産ラインが増えたところで、そのソニー側ではなんとかできないパーツの問題？ソニーがどんだけ頑張ってもそのパーツの生産数は増えないよねっていう状態だと思うから、その状態で生産ラインが増えて PS5 増産の体制が整ったとしてもパーツがないから作れないっていう話になりそうな気がするんで、これどうなるんですかね。本当にひょっとしたらもう根本的な原因がその味の素なんで、2月中とか入っても変わらないっていう状態がもしかしたら続くかもしれないですね。でこの味の素が作ってるパーツ本当に今時何にでも入ってるらしいのね。何にでもって言ったらあれだけど、例えばもうその PS5 なり、あと Xbox とか普通の PC でも今もう主流で使われてるのね。ほぼほぼみんな使ってるみたいな感じのパーツらしいの。っていうところでもうそのパーツの奪い合いみたいになっていて、それがボトルネックで追いついてないみたいなのね。っていうところで困りましたね、ちょっとね。これはね、まあ俺らがどうすることもできない問題なんだけど。で話は変わって、今ちょっと Xbox の話をしたと思うんだけど、このね年末年始で売れた Xbox の台数が275台なんですよ。シリーズ X が売れた台数ね。これちょっとやばいなぁと思って、結構 YouTube の自分の動画についたコメントとかを見ていると、 Xbox 欲しいけど本当に手に入んないし、どこに売ってるかわかんないっていうこと書いてる人結構いるんだけど、そういう人が結構いる中で今この品薄状態というか、日本でほぼほぼ流通しなくなってしまっている問題っていうのはめちゃくちゃ致命的っていうか、もったいないっすよね、やっぱりね。結構周りでもゲームパスっていうところに魅力を感じてる人だとかかなりいるんで、本当今が攻め時だなっていう風に思うんですけどね。まあ本当に PS5 もシリーズ X もそうなんですけど、どっちもその発売したてのみんながすげえ欲しいって思っている一番大事な時期を逃してるんですよね。もう発売から2ヶ月ちょい経つんで、もうそのタイミングって終わってると思うんで、これがめちゃくちゃもったいなかったなっていう風に思いますね。せっかくゲーム業界めちゃくちゃ盛り上がるタイミングだったのに、ちょっとスーって行っちゃった感じあるんですよね。ここはねちょっと残念だなっていう風に思います。正直みんな思うと思うんですけど、見たくなかったっすか、その PS5 と Xbox 側がもうその完全な状態、もう生産数もいくらでもありますよっていう状態で、どっちがどれぐらい伸びるかっていうところはやっぱ見たかったと思うんですよね。まあなんかこれもう真っ向勝負になってないと思うし、どちらにも歯止めがかかっちゃってるんで、じゃあここら辺は本当にゲーム史に残るすごくねいい機会だったのに、なんか残念だなっていうふうに思いますよね。でそんなところをおそらくスイッチプロがかっさらっていくんだろうなってちょっとね思ってるんですよ。実際今もう虎視眈々とスイッチが売り上げを伸
ばしていってる中で、実はさらにここからスイッチプロっていうところでブーストをかけてくるような気がするんですよね。っていうところで今週スイッチプロの噂があって、本当に噂レベルのリーク情報なんですが、次のそのスイッチプロはドック接続時に性能が向上するっていうような仕組みになるんじゃないかっていう風に言われてます。まあ、携帯ゲーム機モードじゃなくてテレビに出力した時に性能が上がって、グラフィックの向上だとか FPS が向上するっていうような仕組みになるみたいなんですけど、まあ、噂ですよ。まあ、個人的には結構ね、スイッチは携帯機として運用してるから、あの携帯機状態の時にいい性能になってほしいなっていうふうに思いますね。っていう風にね、モンハンをやってる時にめちゃくちゃ思った。どうですか皆さん、モンハンやりました？そうなんですよ、モンハンの体験版、モンハンライズの体験版が配信されました。1月8日にね配信開始となったんですけど、もうすごくて、ツイッターとか見てもモンハン DL できない、 DL できない、モンハンダウンロードできないってめちゃくちゃ書かれてて、でどうなったかっていうと、どうやら任天堂のあのショップがね落ちちゃったらしいんですよ。で緊急メンテナンスになるっていうところまで行きました。いやモンハンパワー半端ねえなと思って、ここまでパワフルなゲームあると思ったんですけど、いやでもほんとめちゃくちゃ幅広い層に期待されてるんだなっていう風には思いましたね。まあ、俺もねちょろっとやったんですけど、もちろんねゲーム性云々の話は全然面白いんですけど、やっぱりねちょっとねフレームレートが気になってしまう、どうしても。最近その PS5 とか、まあ、PC もそうなんだけど、このまあ高フレームの状態でゲームを遊ぶことが当たり前になっていたので、ちょっといつもやってるゲームよりもフレームが落ちてるなって感じると、すごくねそこに違和感を感じてしまうんですよ。これ多分思った人俺だけじゃないと思うんですよね。他の人も結構そんなこと思いながらプレイした人いるんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。まあ、そんな感じで1月8日に関してはかなりこのモンハン祭りが起きてましたね。もしまだやってない人いたら、あの無料で体験版ダウンロードできるんで、ぜひやってみてください。どうなんだろうね、今までモンハンシリーズ全然一回もやったことありませんよっていう人ってどのぐらいいるんだろうね。少なくとも今これ見てる人の中ではいるのかな。もしねいたら一回ぐらいちょっとあのモンハンに触れてみてもいいんじゃないかなと思います。なんか楽しいっすよ、なんだかんだなんだかんだ面白いんで、ぜひねちょっと試してみてください。そんなねモンスターハンターライズは2021年3月26日発売となっているんですけども、けどもですよこのモンスターハンターライズっていうキーワードと体験版というキーワード、ここから紐づく、あるゲームがありますと、アウトライダーズですそうなんですよね、アウトライダーズが2月2日に発売予定だったんですけど、これが4月1日に延期になりました。なのでモンハンとダダかぶりしますっていうところですげえ悩ましいんですよね。延期になってしまったというところで、まあ代わりといってはなんですがっていうね感じだとは思うんですけど、2月25日にアウトライダーズの体験版が配信となります。まあ、これね個人的にも今年一番のビッグニュースですね。まあ実はこのゲームそもそも2020年内に発売する予定だったんですけど、あのそれが延期になってるんですよね1回。なので、まあ、実質2回目っていうところで、皆さん多分大丈夫かと思ってる人は多分多いと思うんですけど、まあ、大丈夫っしょダメかな、ダメかな。いやまあそこはもう俺がもうね、身をもって皆さんにすげえいいゲームですよっていうのを証明したいと思うんで、まあ、とりあえず2月25日の体験版をやってみんなで評価しましょうよ、アウトライダーズに関してはね。そして最後紹介しようと思ってたら、なんか話がズルズルいってしまって一番最後になってしまったんですけど、ちょっと話を戻して PS5 の話ね。 PS5 の買取価格が前にも紹介したんですけど、その転売屋が、売却する先というか買い取ってもらい先の超転売屋の総本山みたいなサイトがあるんですよ。でそのサイトを見ると、あ今 PS5 このぐらいの値段で買取価格あるんだっていうのすぐわかるんですけど、それが年末あたりでは10万円ぐらいだったんですけど、ここ最近結構落ちてきて、通常版が6万5000円になってるんですよね。現在だと6万5000円、ちょっと前だと6万円の時もありました。デジタル版の方に関しては5万5000円ぐらいなんで、めちゃくちゃ落ちてきてるんですよ。だからまあ差額で言っても1万円ちょいとかそういうぐらいになってきてるんで、そろそろ PS5 の転売バブルが終わる可能性もありますねっていうところに来てます。多分わかんないですけど、まだこれから上がっちゃう可能性もあるんですけど、ただやっぱり傾向的には下がっていってはいるので、まあ、ちょっと楽しみですよねこれはね。いやほんとこのまま死んでくんないかなって思うんですけどね。このままじわじわ下がっていって、転売価格と普通のね小売りで売ってる価格っていうのが一緒になる
ところまで言ってくれればいいんですけどね。そんな感じで、まあ、PS5 的な状況を見ると、まあ、その悪化はしてなくて、まあ、良くはなっている。確実に、まあ、日を増すごとに、まあ、普及というところや、転売というところに関しても、どちらをとっても、まあ、良くはなってきてるんですけども、まあ、そのペースがやっぱゆっくりっていうところに、まあ、イライラを感じてしまうところはやっぱありますよね。どうしてもね。ていうか、超余談なんですけど、いいですか？今、ちょうどこのタイミングで PS5 の転売価格を今調べてみたのね。そしたら、まあ、今言ったように PS5 6万5000円で書いてあったんですよ。で、その下に Xbox があったからちょろっと見たら、Xbox シリーズ X の買取価格6万8000円でした。超えたよ！ついに、日本で手に入らなすぎて、PS5 より Xbox シリーズ X の方が値段高くなった。買取価格。そのぐらい今日本で言うと Xbox がめちゃくちゃレアなんですかね。これちょっと面白いことになってきましたね。これね。これ来週も見ていきましょうね。本当に。てな感じでニュースは以上です。はい。というわけで今週もやってったんですけど、まあ、個人的にはもう PS5 よりも Xbox よりももう本当にアウトライダーズ延期が効いてる。だいぶ来てるね。もう、まあ、腹パン決められたぐらい、うってなって、ずーっとここ最近、ここ3日間ぐらい、うわぁ、うわぁっていう気分で過ごしてます。そのぐらい結構ショックは大きいんですけど、皆さんはどうでしょうか？みんな的には、あ、そうなんだぐらいかもしんないんですけど、個人的にはね、今年一番のビッグニュースだったんで、一応ここで紹介させてもらいました。まあ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 、今週1週間もね、いろいろありましたけど、まあ今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは皆さん、今週もお疲れ様でした。また来週もよろしくお願いします。というわけで、ではまた。